第2問ですまずは括弧1番の問題から見ていきましょうさあドイツのバルカン制圧に対抗したユーゴスラビアの共産主義者第二次世界大戦後ユーゴスラビアの指導者にもなっていきますそれがこちらティトという人物なんですパルチザン闘争を展開してナチスドイツの支配に対抗した人物です そして括弧2番ベイエイソベイエイソの首脳陣がドイツの戦後処理を協議した会議、それがこちらヤルタ会談となります。ちなみに1番の大西洋上会談というのはアメリカとイギリスです。戦後の国際平和機構の再建などを話し合ったことで知られます。 3番目のポツダム会談については日本の無条件降伏に関すする内容が取り決められていきますそして4番テヘラン会談というのが第二次世界大戦ドイツをどう倒していこうかドイツをどうすれば倒せるのか第2戦線の形成がここで協議された内容となります。 3番の問題ですさあ終戦後戦争犯罪者を裁くために日本ドイツの両国で国際軍事裁判が開かれたよ。日本とドイツの開催地を選びなさいちなみにドイツはニュルルンベルク裁判日本は極東国際軍事裁判別名東京裁判。ということから答えはこちら。 ドイツのニュルンベルク日本の東京でございますそして括弧四番戦後の集団安全保障体制再建のために国際連合憲章を採択し国際連合を発足させた会議それがこちらサンフランシスコ会議となりますこれで国際連合が発足 集団安全保障体制の再建を目指していきます括弧五番の問題ですさあ国際通貨基金と国際復興開発銀行の設立を決定した会議の名前それがこちらブレトン・ウッズ会議となりますちなみにこの後 金と交換できるのはアメリカドルのみだという形に決まりアメリカドルと各国の通貨の交換比率を固定する固定為替相場制が採用されますこれをブレトン・ウッズ国際経済体制といい第二次世界大戦後の新しい経済秩序になっていきますそれはこのブレトン・ウッズ会議で決められた 国際通貨基金、国際復興開発銀行の設立がスタートとなっていくんですそして括弧6番自由で平等な国際貿易を目指すために調印された取り決めを何というかですそれがこちらガットです関税及び貿易に関する一般協定目的は自由貿易を促すこと ブロック経済を反省した第二次世界大戦後の取り組みの一つですちなみに一番 ILO は国際労働機関労働問題を調停する国連の機関ですそして二番ユネスコ国際連合教育科学文化機関国際理解やそういう科学の支援文化の保護などを行っていく組織ですそして四番 I. M. F. は国際通貨基金の略称。発展途上国や経済危機を迎えた国などに。短期融資を行う組織なんです。第三問です。かっこ一番の問題から見ていきましょう。さあ1、一番第二次世界大戦中の日本です。 誤っているものを選んでいきましょう1番日本は日中戦争以降朝鮮に対して公民化政策を実施していたこれは日中戦争以降特に見られた現象朝鮮の日本への協力を仰ぐために急いで日本人にしようとした作戦ですそして2番目 米英中の首脳陣が会路会談で対日本戦の基本方針を協議。中国からは蒋介石がやってきて、どのように日本と戦っていくか、そして日本の領土をどこまでにしていくかっていうのがここで決められます。そして三番、ベトナム独立同盟を率いたホーチミンは日本支配に抵抗。これは。 ベトナム独立同盟ベトミンを率いてホーチミンは日本支配に抵抗していきますとなると1・2・3が丸なので答えはこちら4番が誤りとなりますすると4番何が違うのかまず長崎に原爆を投下しその後広島にも投下ここは気づきましょうまず広島その後長崎 そしてその後、日本の無条件降伏ですので原爆が落とされた順番そして広島の8月6日長崎の8月9日はちゃんと覚えておきましょう2番の問題です。さあ国際連合に関する記述正しいものを一つ選びましょう。まず1番です。 国際連合はジュネーブに本部を置いた国際連合の本部はジュネーブではなくニューヨークに置かれますのでジュネーブではありませんちなみにジュネーブに本部を置くのは国際連盟のお話ですそして2番安全保障理事会の常任理事国拒否権が与えられていますので 答えはこち,ら2番になりますちなみにこの常任理事国が拒否権を発動するなど強力な権限が与えられており集団安全保障体制をそれで支えていこうとしたんですでは3番と4番何が違うのか見ておきましょう。まず3番常任理事国にソ連は含まれていないソ連も入ってます。 アメリカイギリスソ連フランス中国中国は当時中華民国ですなので常任理事国に含まれているそして4番総会は全会一致制での議決ではなく多数決制全会一致は国際連盟時代の失敗ですすから多数決に変えておりますなので答えは2番が正しいと判断できるわけです さあ皆さんこの章では第二次世界大戦と戦後秩序の形成を勉強してきました特に気をつけてほしいのはまずドイツがどこを攻めたかなんです例えばドイツがポーランドを攻めた後にそのままバルカン半島に来ましたマルカバツのような問題が出たりしますなのでドイツがどこを攻めていったのかをまず順番に覚えていく そしてその後ソ連がどこを攻めたのか順番に覚えましょうまた地域が変わりますが日本は東南アジア進出そしてアメリカとの戦いをメインで覚えてあげてくださいそして気をつけてほしいのは世界大戦中に開かれていた会談なんですね例えば戦後のドイツ処理を決めた大西洋上会談ではマルかバツみたいなそういう問題が出たりします どの会談でどういう内容が話されていたのか覚えておきましょうそして第二次世界大戦後の秩序ここは歴史というよりはちょっと政治経済チックなお話新しく生まれた機関や組織そしてその役割を覚えていただくことになります。もししそこで、ね、手を抜いてしまうと こういうい生語問題になったときに単語だけでは太刀打ちできなくなりますのでこの期間はこういう特徴があってこういう欠点やこういうプラスの面があったんだというところまでしっかりと覚えていきましょう。